今日から始まっています。阪神タイガースはここ京セラドームにカープを迎えての開幕戦となります。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ里崎さん、開幕ということで球場の緊張感、この放送席まで伝わってきてますよね。いや、解説者としてもドキドキですよね。でも声の準備はできてますよ。はい、里崎さんも準備万端、いよいよ開幕です。さあペナントレース開幕です。今セントラルリーグ公式戦、記念すべき開幕戦のプレーボールがかかりました。この初戦の出来、今シーズンどのような戦い方を両チームがしていくのかというのも注目です。いいところに決めましたね。はい、変化球が決まっています。いやー、ゾーンの隅っこですよね。いいコントロールしてますよね。アウトローの変化球、キレがあります。変化球で空振りを取ります。まず一つアウトを取りました。バッターは2番に入っている菊池。田中、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。打ちました。糸原、ツーアウトになりました。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですよね、初球打ちがうまいバッターなんでね、入り方には注意したいですね。なるほど、そうですか。外れましたか。いいボールでしたけどね。はい、低めわずかに外れてボール。ボール先行です。インサイド落ちました。ワンバウンドヒットになりました。ツーアウトランナー一塁。バッターボックスには4番鈴木。ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました、痛烈。あっと強い当たり、取れない。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。タイガースピンチになりました。ツーアウトランナー三塁一塁。さあタイガース先制のピンチです。やはり先取点はやりたくないんで、ここは集中したいですよね。うちのボール打った、このフライはどうだ、落ちるか、掴んでスリーアウト。先制は許しませんでした。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。先制のチャンスがあった。守ります。さあ今シーズンはご覧のようなオーダーで打順が組まれています。赤星さん、スターティングメンバーをご覧になっていかがですか。そうですね、攻撃で近本が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。ファウルになります。いや、あれを打ちに行くのは難しいでしょうね。インローへキレのある変化球が決まっています。ノーボールツーストライクです。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは2番に入っている大谷。森下、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。マウンド上森下、そしてキャッチャーは磯村。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか。高め空振り、ノーボールツーストライク。三振です。ツーアウトになりました。打席には3番バッターマルテ。ツーアウトランナーありません。インサイド見送っています。スピードボールを持っています。インコース決まった。これは手が出ないか。ワンボールツーストライクです。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。この回タイガース三者凡退です。赤星さん、スタートダッシュを決める、これも重要なことですよね。そうですよね、開幕ダッシュを決めればシーズンの勢いがつきますからね。はい、さあどちらがその開幕ダッシュを決めることができるんでしょうか。打ちました、取った、一塁送球、アウト、ワンアウト。バッターは7番に入っているピレラ。
田中、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール、キレがありますよね。アウトローの変化球、キレがあります。ストライクになります。ワンボールツーストライクです。バットは動きません。よく見ています。変化球空振り。8番バッターはキャッチャー磯村。ツーアウトランナーありません。アウトコース打ちました。セカンドうまくさばいて一塁アウトで3アウトチェンジです。この回さあ、赤星さん、各バッターはまず早く1本ヒットを打ちたいという気持ち強いでしょうね。そうなんです、野手は早くあの H のランプをつけたいんですよね。そうみたいですね。まず初ヒットを打って自分自身の開幕を迎えたいところです。打ちました。ファウルになります。ノーボールツーストライクです。空振り三振、ワンアウトです。ご覧いただきましょう。最後は空振り。空振り、変化球タイミング合いません。あっという間に2ストライクです。ファウルになります。見逃し三振、2アウトになっています。最後は渾身のストレートに手が出ず見逃し三振です。いいところへ決めてきます。ストライクです。切れてますよね。はい、アウトロー変化球空振りでストライク。ノーボールツーストライクです。振っていきましたが三振、スリーアウトチェンジ。ご覧いただきましょう。最後は空振り三振に倒れてしまいました。まあ思っているより伸びてきたんでしょうね。里崎さん、ここまで両ピッチャーともに素晴らしい立ち上がりなんですが、いかがでしょうか。まあそうですね、お互いに理想的な立ち上がりですよね。本当にそうですよね。素晴らしいピッチングが続いています。キレのあるいいボールでしたね。はい、アウトロー変化球空振りでストライク、はい、見逃し三振、ワンアウトです。打順は1番に帰ります。バッター野間、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。田中、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ボールになります。打ちました。糸原、アウト、ツーアウト。打席には2番バッター菊池、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。このあたりはバッテリーを揺さぶっていきます。切れてますよね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。ナイスコースですよね。はい、低めのストレート、ストライク。ワンボールツーストライクと追い込みました。さあ5球目は何か。変化球で空振りを取ります。スリーアウトチェンジ。この回カープ3人で攻撃を終えています。0対0同点です。赤星さん、早めに両チーム点を取りたいところだと思うんですが、いかがですか。まあそうですね、やっぱり先に主導権を握っておきたいですからね。そうですよね。そのあたりどちらが流れをつかむんでしょうか。いい守
まっすぐですね。はい、低めにストレートが決まっています。ノーボールツーストライク。低めボール。引っ張った。ボテボテファースト。おっと、取った。アウト。スタンドのファンからも歓声が届きます。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている梅野。まずはワンアウトを取っています。初球ボール。これが2球目。変化球タイミング合いません。次が3球目。ボールになります。いいまっすぐですよね。はい、アウトコース空振りストライク。2ストライク2ボールと追い込んでいます。ファウルです。2ボール2ストライクです。ちょっと振り遅れてましたね。なんとか当てた感じでしたね。変化球空振り。ツーアウトになりました。ピッチャーに打順が回って先発の田中がバッターボックスに入ります。塁に出てやろうという気持ちで打席に立ってほしいですね。そうですね。初球は際どいところに来ました。ストライクです。インコース決めてきた。あっという間に2ストライクです。変化球が低めに外れます。ファウルになります。変化球空振り。スリーアウトチェンジ。この回タイガース三者凡退です。里崎さん、ここまでの展開ですが、さすが開幕投手同士の投げ合いといったところですね。まあそうですね。本当に独特の緊張感があるんですけど、その中でここまでしっかり投げることができてますよね。はい、この引き締まった展開どこまで続いていくんでしょうか。変化球空振り。まず一つアウトを取りました。打席には4番バッター鈴木。前の打席はアウトコースを打たれたんでね、ここは踏み込ませないようなリードしたいですよね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。これはバットが泳ぎます。インコース、これは外れます。ここは落としてきました。さあ一塁には先制のランナー。バッターボックスにはパーラ。まあここはエンドランで来る可能性もあるかもしれませんね。さあ仕掛けてくるでしょうか。ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。力のあるストレートですよね。はい、外のストレートがストライク。さあ仕留められるか。変化球で空振りを取ります。ランナーそのままでアウトを取るだろ。これが1球目。初球ボール。一発狙ってくるカウントなんで慎重に。引っ張った。レフトライナー掴んで3アウトチェンジです。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。で赤星さん、ここまでの展開ですが開幕戦らしい戦いになってますね。そうですね、開幕戦らしい非常に引き締まった展開なんですけど、このあたりでそろそろ先制点が欲しいですよね。そうですね、その先制点はどちらに入るんでしょうか。外へ変化球持ってきました。ノーボールツーストライクです。ボールになります。さあ勝負してくるのか。
ちょっと振り遅れてましたね。なんとか当てた感じでしたね。アウトコースファウル。次が6球目。外へのボールは入りません。変化球空振り、ワンアウトです。ご覧いただきましょう。最後は空振り三振に倒れてしまいました。まあちょっと緩急に翻弄されてしまいましたよね。2番バッター大谷、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。先ほどはバッテリーにしてやられた感じでしたよね。ここは狙い球を絞っていった方がいいかもしれませんね。そうですね。森下、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。低めの際どいところですが外れています。緩いボールで来ました。これはバット出ず三振です。最後は低めに決められ見逃し三振です。バッターボックスマルテ、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミング合ってなかったですよね。今度はしっかり捉えたいですよね。そうですね。ツーアウトランナーありません。力のあるストレートですよね。はい、ストレート空振りでストライク。ノーボールツーストライク。よく見ましたね。見逃し三振。スリーアウトチェンジ。この回タイガース、これが初球。初球ボール。絶妙ですよね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。外れてボール。惜しいボールでしたね。はい、変化球わずかに外れてボール、はい、低めのボール入りました。3ボール2ストライク。いきなりトップバッターを、ここはゴロを打たせたいですよね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。引っ張った、サード取った、2塁へ、セカンドフォースアウト、1塁転送アウト、ダブルプレー。次はピッチャーの打順ですが、先発の森下がバッターボックスです。ここはできればサクッと片付けたいですね。そうですね。引っ張った、三遊間抜ける、ツーアウトランナー一塁。ここはなかなかいいバッティングをされました。ピッチャーにヒットが出ています。まあ、さあ初球は何か。インサイド変化球決まっています。見送っています。ボール。3球目は何で来るか。いいコースでしたけどね。はい、低めわずかに外れてボール。膝元への変化球、ツーボールツーストライクです。打ちました。これはどうか、取った、一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。0対0。赤星さん、バッターも2巡目に入ってきているわけですが、まだあまりタイミングが合っていないように見えます。いかがですか。まあそうですね。ただ今日のインコース詰まりました。この打球はフライになっています。森下抑えてワンアウト。打順は5番サンズ。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。先ほどはちょっと消極的だったかもしれませんよね。はい、今度は積極的にいってほしいですよね。そうですね。森下、まずは先頭バッターを打ち取っています。さあ2球目は何か。膝元インコース、あっという間に2ストライクです。変化球空振り、ツーアウトになりました。バッターボックス北条。
先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。さっきは中途半端なスイングで三振でしたよね。ここはしっかり狙っていきたいですよね。そうですね。ツーアウトランナーありません。インコース低めの球、ノーボールツーストライクです。よく見極めましたね。膝元変化球がわずかに外れています。変化球空振り。ここまでのハイライトです。まずは1回の表、ピンチの場面だったんですが外野フライに打ち取ります。先制のピンチをしのぎます。2回の裏、ここも三振に終わります。思うように攻撃できません。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。お待たせいたしました。京セラドーム大阪からお送りしています。ゲームは6回の表に入ります。カープの攻撃、2番バッター菊池、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。2球目打ちました。ヒットになった。菊池ヒットが出ました。ここはうまく打ち返されてしまいました。バッターは3番西川、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここはゴロを打たせてゲッツーを取りたいですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。肩が強いキャッチャーなんでランナーはちょっと慎重になるでしょうね。そうですね。内へ低めの変化球、ツーボールツーストライクです。セーフ。ランナースタート、ヒットエンドラン、伸びる、伸びていく、スタンドには届きません。バッターランナーは二塁到達。これでマルチ。ここはうまく打たれてしまいました。これでランナー二塁三塁とされました。ちょっと慎重になりすぎましたかね。さあそしてバッターボックスには鈴木が入ります。ここも怖いバッターですからさらに集中が必要でしょうね。さあ先制のランナーを得点圏に背負います。投手戦になりそうな雰囲気もありますから先制を許すわけにはいきませんね。なるほど、そうですね。右中間へ、この打球は落ちるか、どうだ。さあ先制のランナーがスタートする。サードランナーがホームに帰ってきました。鈴木きっちりと犠牲フライを決めました。ご覧いただきましょう。先制点は犠牲フライで奪われてしまいました。まあキャッチャーがもう少しうまくリードしてあげるべきでしたよね。犠牲フライで先制点を取られています。バッターボックスには5番パーラ。タイガースこの回1点を失っています。さあ先制点を奪われてなおも得点圏にランナーを背負った場面。いいボールでしたけどね。アウトロー際どいところわずかに外れました。変化球打った、セカンドの右、取った、一塁送球、一塁アウト、ツーアウトランナー三塁とかあります。さあそして打席には堂林が入っています。さあツーアウトにはなりましたが得点圏にはランナーが残っています。まあここはこのまましのぎ切って味方の反撃を待ちたいですよね。ふわふわっと上がった、ここはフライになっています。掴んでスリーアウト。この回の攻撃はここまで。しかし今日は立ち上がりからコントロールが安定しています。6回の裏、7番から始まるタイガースの攻撃、糸原がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。タイガース1点ビハインドで迎える6回の攻撃です。先制されてしまいましたけどもこの回すぐに取り返したいですよね。さあまずは先頭バッターを出していきたい。低めはボール。バットに当たりません。三振、ワンアウトです。ご覧いただきましょう。最後は空振り三振に倒れてしまいました。まあ直球に勢いがありましたからタイミング合いませんでしたよね。8番バッター梅野、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミングが取れてない感じでしたよね。今度はやり返さないといけませんよね。そうですね。
森下、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。またファウル。ここは一気に勝負してくることもありますから、しっかり見極めたいですよね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。ファウルです。いや、よく見極めましたね。素晴らしい選球眼ですね。はい、ストレートわずかに外れてボール。変化球空振り、ツーアウトになっています。ご覧いただきましょう。最後は空振り三振に倒れてしまいました。ピッチャーに打順が回って先発の田中が打席に入ります。まあ好投はしてますが、チームとしては代打で点を取りに行きたいところですよね。そうですね。空振りになります。ノーボールツーストライク。高め打ちました。最後はファールグラウンドで掴んで3アウトです。里崎さん、まさに開幕戦という名にふさわしい非常に緊張感のある投げ合いになっていますね。いかがでしょう。まあそうですね、緊張感がある中で両投手ともに素晴らしいピッチングでここまで来てますよね。そうですね。この後打ちました。ワンバウンドヒットになりました。これが今シーズンの初ヒット。ノーアウトランナー一塁です。厳しいコースだったんですが、うまっ。ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。もちろん併殺狙い、外に逃げるようなボールでした。併殺狙い、インコースに攻めてきました。詰まらせようかという配球です。変化球空振り、ワンアウトです。さあこの終盤で追加点のランナーを一塁に背負います。そして打席にはピッチャーという場面です。ここはバントに来るようならやはり送ります。サードが取る、一塁へ送ります。ツーアウトになりました。送ってきました。ツーアウト。バッターボックスには代打の松山。里崎さん、ここは踏ん張りたいですね。まあ相手が勝負に来てますからね、ここはしっかり抑えていきたいですね。そうですね。さあ一度気持ちを切り替えて踏ん張ってほしいところ。落としてきましたが、これは外れます。スリーボールになりました。さあこれで決まるのか。際どいが、あっとフォアボールです。さあここは踏ん張らないといけませんね。まあそして勝負強いバッターが相手ですから、コースに気をつけてストライク先行できたいですね。その警戒すべき菊池がバッターボックスです。外へのスライダー、ここは見極めています。いいまっすぐですよね。はい、低めストレート、空振りでストライク。このストレートにバッター押されています。フルカウント。このボールは外れてフォアボール。打順は3番西川。タイガース、制球の乱れからピンチを広げています。制球が乱れてる感じなんでちょっと怖いですよね。右中間へ持っていった。これは大きな打球、フェンスの上の方に当たった。サードランナーホームイン、ボールは中継。そしてセカンドランナーも三塁回っています。警戒していた相手ですが、タイムリーを打たれてしまいました。点差が広がります。タイガース、ここでピッチャーが変わります。4番を迎える場面でコールされたのは、初球いきなりインコース、強気な攻めをしてきます。これは低めストライク。これが3球目、ストライクを取ってこれで追い込んだ。ジャストミート、ショートうまくさばいて一塁へ。一塁アウトで3アウト。しかしこの回カープ7回の裏、カープに先制。赤星さん、この開幕戦ここまでご覧になっていかがですか。そうですね、ある程度予想してた展開かもしれませんが、独特の緊張感の中で。インサイド落ちました。これはどうだ。取りました。アウト、ワンアウトです。バッターボックスは2番大谷。
先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。前の打席見逃しての三振は良くないですよね。はい、今度は思い切っていってほしいですよね。そうですよね。まずはワンアウトを取っています。インコース決まりました。変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライク。ファウルになります。三振になります。ツーアウトになりました。打席には3番バッターマルテ。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。さっきは見送っての三振でしたよね。はい、ここは思い切っていってほしいですよね。そうですね。ツーアウトランナーありません。空振りになります。あっという間にツーストライクです。引っ張った。サード取った。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。反撃したいタイガースでしたが、ここは三者凡退に終わっています。8回まで来ました。カープの攻撃、5番バッターパール。今日はまだ当たりがありません。タイガースビハインドで迎える8回です。さあサボ、インサイド落ちました。切れました。ファールボール。コーナーギリギリに決めましたね。はい、外のストレートがストライク。ノーボールツーストライクです。外の球外れています。見逃して三振になります。まず一つアウトを取りました。バッターは6番堂林。今日はまだ当たりがありません。ワンアウトランナーなし。インコース決まった。打ちました。セカンドが取る。アウト、ツーアウト。バッターはダイソーから起用されている田中。ツーアウトランナーありません。初球打ち、ここは打ち上げています。ショートが落下点に入ります。北条が抑えてスリーアウトチェンジです。この回カープ3人で8回の裏。さあタイガース、この回は4番から始まります。バッターは大山。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。打ちました。三好アウト、ワンアウト。バッターボックスは5番サンズ。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミング合ってなかったですよね。今度はしっかり捉えたいですよね。そうですね。森下、まずは先頭バッターを打ち取っています。外の低めに手を出しました。ノーボールツーストライク。見逃して三振になります。ツーアウトになっています。打席には6番バッター北条。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。さっきは中途半端なスイングで三振でしたよね。ここはしっかり狙っていきたいですよね。そうですね。ツーアウトランナーありません。低めきました。ワンボールツーストライクです。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。反撃し9回の表。さあ里崎さん、だいぶ厳しい展開となってはいるんですが、開幕戦最終回となりました。まあもう最後ですからね、ここはきっちり抑えて、あとは打線の奮起を待ちたいですね。そうですね。まずは初球ボール。変化球タイミング合いません。内へ持ってきましたが外れました。
変化球タイミング合いません。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。インサイド落ちました。これはどうか、センターへ抜ける。これが今シーズンの初ヒット。ノーアウトランナー一塁です。さあ終盤、離されたくない場面にノーアウトでのランナーを背負います。バントしました。打ち上げてしまいました。取りました。送りバントは失敗です。さあこの終盤、一塁には追加点のランナーを許しています。バッターは大森。ここはバントも警戒しておきたいですね。はい。さあここは送ってくるんでしょうか。低いところへ決めてきました。膝元への変化球、ツーストライクツーボールと追い込んでいます。変化球で空振りを取ります。ツーアウトになっています。バッターボックス菊池、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ツーアウトランナー一塁です。膝元インコース。さあ3球目は何か。力のあるストレートですよね。はい、低めストレート空振りです。引っ張った。これはどうだ。大山セカンド送球、スリーアウトになりました。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。3対0、カープがリードしています。さあ赤星さん、最後の攻撃ということになりました。まあ厳しい展開ではあるんですけど、とにかく先頭バッターですよね。まずは塁に出てもらいたいですよね。はい、塁に出て、そしてランナーを貯めて逆転に望みをつなぎたいところ。インコース詰まりました。ここはフライになっています。セカンドが落下点に入ります。掘ってワンアウトです。バッターボックスは8番梅野。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。先ほどはバッテリーにしてやられた感じでしたよね。ここは狙い球を絞っていった方がいいかもしれませんね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。いいストレートですよね。外のストレート、空振り、力のあるボールでした。あっという間にツーストライクです。緩いボールを持ってきました。アウトコース打ちました。この打球はフライになっています。取ってツーアウトです。完全試合まであと1人。次はピッチャーの打順ですが、9回から登板の牧田がそのままバッターボックスに入ります。ここは代打を出さないといけない場面ですけどね。そうですね。はい、バッターボックスには代打の糸井。さあ赤星さん、ベンチはここで代打を選択してきました。まあそうですね、ここは得点のきっかけが欲しい場面ですから、そういう役割を期待しての起用でしょうね。そうですね、この起用に応えたい。キレのあるいいボールでしたね。はい、変化球空振りでストライク。ノーボールツーストライクです。変化球空振り、試合終了。相手ピッチャーの前に手も足も出ず、パーフェクトに抑え込まれました。タイガースは屈辱の黒星となりました。里崎さん、なんと開幕ゲームからの完全試合、こんなことってあるんですね。まあそうですね、確かに1本出すまでは非常にプレッシャーがあると思いますけど、気持ちを切り替えて次に挑んでもらいたいですよね。そうですね、次のゲームはまた気持ちを切り替えてほしいところです。勝ったカープ、大きな今日は勝利になりました。一方のタイガースですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今年の開幕戦はタイガース敗れてしまいました。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで京セラドーム大阪から失礼いたします。本日はご来場くださいましてありがとうございました。